どうも、まるひこです。今回は、マインクラフトのサーバーの立て方と、設定方法をわかりやすく解説していきたいと思います。それでは、早速行ってみましょう。まず最初に、デスクトップにフォルダを作成します。新規作成、フォルダ、名前はまるひこという名前にしました。今後は、このフォルダに必要なファイルを入れていきます。それではサーバーファイルをダウンロードしましょう。マイクラのアイコンからランチャーを起動します。起動構成をクリック。最新のリリースをクリック。このサーバーをクリックするとダウンロードが開始されます。このように警告が表示されることがありますが、マイクラの公式のファイルなので保存して大丈夫です。過去バージョンの入手方法も解説していきます。まずは過去バージョンでマイクラを起動してみましょう。起動構成、新規作成、欲しいバージョンの選択。今回は 1.8 でいきましょうか。名前もわかりやすく 1.8 にしときます。作成をクリック、そしてプレイを押しましょう。ゲームが起動したら左下を確認してみましょう。ちゃんと 1.8 になっていますね。あとは先ほどと同じようにサーバーをクリックしてサーバー .jar をダウンロードしましょう。その他の方法として MC バージョンズというサイトからダウンロードすることができます。このサイトに現バージョンから過去バージョンがずらっと並んでいます。ここをクリックすると先ほどと同じようにサーバー .jar のダウンロードが開始されます。それではダウンロードしたサーバー .jar を最初に作ったフォルダに入れて開きましょう。サーバー .jar がサーバーとだけ表示されている方は拡張子を表示させてやる必要があります。表示をクリック、ファイル名拡張子にチェックを入れましょう。外すとこのようにサーバーとだけ表示されてしまいます。次にサーバー .jar をダブルクリックで起動してみましょう。このようにファイルが追加された方は成功です。うまくいかない方は、サーバー .jar を右クリック、プログラムから開く、別のプログラムを選択から、この Java というプログラムを探して、選択して OK を押しましょう。Java が見つからないよという方は、Java をインストールしてやる必要があります。これが Java のサイトです。無料の Java のダウンロード。同意して無料ダウンロードを開始。するとファイルがダウンロードされます。このエグゼを起動してインストールしましょう。 Java が正常にインストールされました。これでサーバー .jar を起動してみましょう。それでも起動できない方は JarFix というアプリを使ってみましょう。私はこれで起動することができました。ここをクリック、しばらく待っているとダウンロードが開始されます。JarFix を起動しましょう。OK をクリック。そしてサーバー .jar をダブルクリックしてみましょう。うまくファイルが作成されました。次に eula.txt を開きます。これはテキストファイルなのでメモ帳で開くことができます。最後の行にあるEULA イコール false の部分を true に変更します。false はいいえ、true ははいという意味です。マイクラの規約に同意しますか?と聞かれていますので、true、はいにしましょう。ファイルから上書き保存をして閉じましょう。もう一度サーバー .jar を起動。すると、マインクラフトサーバーというものが起動しました。これがサーバーになります。これを起動しないとマルチプレイはできないので、毎回これを起動してやりましょう。ダーンと表示されると読み込み終了です。それでは一度マインクラフトを起動して自分のサーバーに参加してみましょう。マルチプレイ、サーバーを追加、サーバー名は好きな名前で、サーバーアドレスはローカルホストにします。
ローカルホストは自分のサーバーに入る際に IP アドレスを省略して使えるイメージです。お友達に参加してもらいたい場合は冒頭開放するかレンタルサーバーを借りて IP アドレスを教えてあげる必要があります。動画の最後にボート開放とレンタルサーバーについて少し解説いたします。完了してサーバーに接続。無事に入りましたね。次はサーバーの設定を変更してみましょう。一旦ゲームとサーバーを終了します。サーバーを落とすときはここにストップと打ってエンターを押すと終了してくれます。サーバー .properties を開いてみましょう。これもメモ帳で開くことができます。英語がずらっと並んでいますね。よく触る項目だけ簡単に説明していきます。サバイバルの文字を変えることでゲームモードを変更できます。ディフィカルティは難易度ですね。これは初期地点から16ブロック分はブロックの破壊や設置ができなくなります。サーバーに入った瞬間地面にブロックがなくて落下しなんてことを防ぐことができます。スポーンモンスター、トゥルーがはい、ホルスが家でしたね。この場合ホルスにするとモンスターが出てこなくなります。同じようにスポーンアニマル、 PVP、 コマンドブロックなどがトゥルーとホルスで変更できます。好みの設定に変更できましたら上書き保存で閉じましょう。もう一度サーバーを起動しましょう。実はこれらの設定はゲーム内のコマンドでも変更することができます。コマンドを使用するには OP という権限をプレイヤーに与える必要があります。ここに OP 半角スペースプレイヤー名を打つことで権限を与えることができます。私の場合 OP 丸飛行でエンター、この表記が出たら成功です。それではゲーム内でコマンドを打ってみましょう。 T キーでチャットが打てるようになるのでコマンドを入力します。ゲームモードがクリエイティブモードになりました。時間を夜にしてみましょう。夜になりました。続いて村人を召喚してみます。うまくいきましたね。このように様々なコマンドが存在するので Wiki などを活用してみましょう。以上でサーバーの設定は終わりになります。この動画が役に立ったよという方はチャンネル登録と高評価お願いします。最後にポート開放とその他の方法を解説します。まずはポート開放、いわゆる自宅サーバーですね。やり方については環境によって異なるのでここでは解説しません。特徴として多くの人数が参加できること、パソコンに詳しくない人にとってはセキュリティ面が不安なこと、 IP アドレスというのは住所みたいなもので、知らない人に住所を教えると何が送られてくるかわからないので怖いですよね。逆にレンタルサーバーは事務所を通して送られてくるイメージで安全性が高まります。ポート開放が必要ない方法、ハマチを使用。こちらもセキュリティ面が不安です。信頼できる家族、友人と少人数でプレイするといった用途でしかおすすめできません。また参加者も設定が必要になります。アターノスサーバーをレンタル。アターノスって読むんですかね。無料ですが一部のモッドしか利用できないみたいです。サーバーが不安定でカクついたりするので少人数じゃないと厳しいかもしれません。マインクラフトレムルスサーバーをレンタル。マイクラ公式の有料サーバーです。人数は11人までで常時稼働します。モッドは導入できずバニラでのみプレイ可能です。 VPS サーバーをレンタル。設定テンプレートが用意されている桜 VPS やコノハ VPS がおすすめです。ちなみに私はコノハでプラグインサーバーを立てています。有料ですがプランによっては大人数でも参加できます。はい、以上で全ての解説が終了です。希望があればモッドの導入方法、モッドサーバーの立て方、
プラグインサーバーの立て方なども解説していきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。はい、普段はこのように参加型でマインクラフトを配信しています。プラグインでいろんな要素を追加していますが、私自身が初心者なんで誰でも大歓迎です。ぜひぜひ遊びに来てください。ワンコ、ちょっと待って。それじゃ、またねー。ワンコ、ちょっと待って、これ引き戻される。ちょっと待って。いやー、何